後輩は今日からサントさん株式会社に入社することになりました。よろしくお願いします。よろしくね。はい、じゃあもうすぐ行くから、はい、これに着替えて。あ、終わりました。よし、はい、行けよ。はい、君、前の職業は何やってたの？あ、ミッキーの中の人やってました。それ言っちゃっていいの？いや、多分ダメっすね。だよね。はい。君、口軽いんだね。はい、ありがとうございます。褒めてないよ。あ、はい。あ、ここここ。あ、はい。行くよ。はい。よし。じゃあ、簡単に注意事項ね。はい。絶対に物音立てないで、子供にバレないように。このプレゼントを枕元に置いてきて。はい、わかりました。ちょっと待ってよ。何やってんの？バカなのかお前。はい、俺今なんて言ったか覚えてる？あの、絶対に物音立てないようにって言ってましたね。って言ったよね。はい、めっちゃ物音立ててんじゃん。すいません。じゃ静かに行ってきて。わかりました。バイトの癖でちょっとつい踊っちゃいましたね。踊っちゃいましたじゃねえよ。あ、はい、もういいよ、次の家行くぞ。はい、持って。はい、はい、じゃあ次この家ね。はい、絶対サンタってバレないように。はい、子供の夢壊すなよ。わかりました。はい、よし。はい、サンタさんだよ、サンタさん。はい、起きろって。はい、あ、誰？え、覚えてない？去年も来たんだけど。はい、おじさん、おじさん、覚えてない？いや、今年さ、コロナの影響でさ、全然お金なくて。これティッシュでいいかい？これ。はい、あいつ大丈夫かな。違うやつがいい。うるせえ、これで我慢しろや。うーん、なんか他にないの？おい、やめろやめろ。おい、おい、あ、これがいい。これはおじさんのがいいから、ダメ。あ、なんでくれよ。社長、社長、おい、おい、来いや、お前。なんすか？なんすかじゃねえだろ。なんでわざわざ子供起こして話してんだよ、お前よ。もう先輩の方がうるさいっすわ。もう、もう子供見てますよ。もう子供の夢壊しても先輩の方じゃないっすか。なんだお前、態度悪いな、お前。やめてください。もういいっすわ、もう帰ります、僕。待て待て待て、はい、もうあと一件だから、はい、ちゃんとやろ。わかりました。持って、ちゃんと。はい、行くぞ。寝ろ早く。あー、ここっすか。うん、ここ。はい、行け早く。あ、行け早く。あ、はい、わかりました。起きろガキ。なんでクリスマスにお前俺がプレゼント配らなきゃいかんのじゃ。自分で欲しいものくらい自分で買え。ちょっとキャンキャンしかも控えめだったんだね、すごい。だいぶマジって言ってもいいかい。タク控えめって言ったからさ、いや、キャーじゃなくてキャーみたいな短いキャン。キャー慣れてんのかなみたいな。子供の女の子みたいな。 Okay.